議長の許可をいただきましたので、質問させていただきます。まず一つ目ですけれども、都市計画道路新宮中央線の本年3月にの 3月廃止に伴う地域の影響について、市は都市計画道路の廃止に伴うその後の地域の影響、環境整備、再整備をどう考えているか、また住民は市道新宮中央線を生かすため、大安道路を望まれています。新宮中央線から北への大安道路として、JR 新宮駅駅前南から栗栖川堤防沿い、実はこの、ことにつきましてですが、農協のところが広くなりましたけれども、これは以前、楠木議員が言われて、こういうことができたと、もうお聞きしています。で、またこの3月の議会に、楠木議員の方から、この堤防沿いの北高生の通学の安全について質問されていましたので、私の方からも、この西高橋の付け替えのその以降ですね、その以降、この案を楠木議員の言われたことも案に視野に入れまして、北高校生の通学の安全と地域住民の交通の利便性を確保するため、新宮中央線までの接続を考えられないか。2つ目ですけれども、次世代農業への市の取り組みについて、人口減少とともに高齢化は農業経営に大きな課題をもたらしている。西予町では産官連携の次世代農業として、コンピューターと土を使った若者が取り組みたくなるようなスタイリッシュで儲かる魅力ある高度設備による農園が展開されている。本市としても次世代農業を中核として、次世代農業を中核に取り組む必要は考えはないか。3番目、市街化調整区域での建築規制緩和等の拡充開発について、現在市街化調整区域の規制緩和等で越部小学校周辺におきまして開発行為が進められています。このような開発行為によって、本市の人口減少、少子化社会、産業振興、さらに税収の減少の歯止めができることを大いに期待しています。今後、農業振興地域を含む市街化調整区域に広げていく考えはありますか。また、地元等からの要望があれば、今後も開発を積極的に許可されるのでしょうか。以上、簡明な回答をお願いいたします。市長。9番、高岸宏行議員のご質問のうち、2点目のご質問の次世代農業への市の取り組みについてお答えをさせていただきます。議員ご交渉のとおり、既存農家の高齢化の加速とともに、農家数は減少傾向であります。将来の担い手不足が懸念されているところであります。本市の将来像を示しました第2次総合計画のうち、基本目標4、にぎわいづくりへの挑戦においては、農業の生産性の向上を図るため、まず第1に農業基盤整備を進める、次に農業を支える多様な担い手の育成、さらには地域の特性を生かした営農体制を促進するといたしております。そのため平成27年度から、辰野市、宍粟市、太子町、兵庫西農業協同組合、農業系の学科があります上郡高校や佐用高校、西播磨県民局が連携をいたしまして、農業高校卒業生、UJI ターン等の若者を対象に、就農に向けた実践研修を行う、西播磨アグリフロンティアカレッジを運営しております。農業の魅力や新規就農者が抱える栽培技術、経営ノウハウの習得、販路の確保、農地の確保などの諸問題を解消するまでの支援を総合的に行うことで、担い手農業者として育成を行っております。また、経営が不安定な就農直後の所得確保を支援するため、農業次世代人材投資資金を交付するとともに、経営、技術、資金、農地、
のそれぞれに対応するサポートを実施しております。農林水産省、農林水産業の活性化には人材確保育成が不可欠であることから、人づくりに今後とも傾注してまいりたいと考えております。議員ご質問の経営形態も重要な選択肢と捉え、今後の検討課題とさせていただきたく考えております。次に3点目のご質問の市街化調整区域での建築規制緩和等の拡充開発行為についてお答えをいたします。議員ご交渉のとおり、本市におきましては県の特別指定区域制度を活用することにより、一定の人口密度を有する大規模既存集落内に位置する越部小学校、上岡小学校、一切東小学校の周辺地の一部において、土地の地縁に関係なくどなたでも住宅の建築が可能となる 新規居住者の住宅の区域の指定を平成28年3月に受け、市街化調整区域の建築規制緩和による定住促進に取り組んでいるところでございます。今後につきましては、モデル地区として指定しましたこれらの小学校周辺地の土地利用の動向や、市街化調整区域内の地区の要望や特性等を踏まえながら、引き続き市街化調整区域での建築規制緩和に取り組んでまいりたいと考えております。また地域の実情に合ったまちづくりを行うことが重要であることから、地区主体で地区においての課題解決や将来のまちづくりの指針となる土地利用計画を策定し、特別指定区域として指定を受けることで、地区単位でのまちづくりを実現していくことも可能であるため、地域住民の方々と共同でまちづくりに取り組んでまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。なお、その他のご質問につきましては都市建設部長が答弁をさせていただきます。都市建設部長。続きまして、1点目のご質問の都市計画道路新宮中央線の本年3月廃止に伴う地域の影響についてお答えいたします。都市計画道路新宮中央線の廃止に伴う交通についてでございますが、県道姫路新宮線の協用により、国道179号の交通量が減少傾向となり、新宮町の中心市街地における交通円滑に処理されているものと認識いたしております。一方、中心市街地の活性化や通学路の安全確保につきましては、関係機関や地域と連携を図りながら対応していく必要があると考えております。また、市道新宮中央線から北への道路整備につきましては、都市計画道路の廃止に伴いまして、クリス川の河川整備計画と連携した新たな道路整備計画が必要となってまいります。これまで国土交通省は、クリス川の河川整備は都市計画道路整備と連携して実施するとしておりましたが、新たな道路整備計画の策定につきましては、国土交通省に協力を求めておりまして、クリス川の河川整備計画とともに JR 播磨新宮駅から市道新宮中央線までの道路整備を計画いたしております。また、クリス川河川整備の事業推進につきましても、揖保川河川改修推進協力会を通じまして、これまで以上に要望してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。9番高西まず市長から大変力強いご回答をいただきまして、まずお礼を申し上げます。それでは、また市長、質問させていただけますか。またよろしくお願いします。1番の都市計画道路の廃止後の、影響ですけれども、私ね、このことについて、もっと、突っ込んだ回答がいただけるのかなというふうに私は思ってました。ということは、この都市計画道路、あるいはこの、線引きですね、
この線引きは昭和46年からですね、都市計画線引きの影響で、都市計画法53条ですね、53条の制限、部長ご存知ですか、都市計画法53条。都市建設部長。大変申し訳ございません。例えば手元資料がございませんので、ちょっとお時間いただきたいと思います。4番、高岸博之議員。この都市計画法53条はですね、都市計画道路にこれは絶対についてなかれ、なければならない条文です。ということは、これ、建築制限のことなんですよね。例えば、都市計画道路に指定されますと、例えばその周辺の区域の方は、自由に家が建てられないんですよ。例えば、この制限がかかりますと、木造住宅2階建て、あるいは鉄骨の家ですね、それとコンクリートブロック、その家しかできないんですよ。で、ただ、その、例えば、これ、ある例ですけれども、大阪府ですね、都市計画道路を決定したんですけれども、長い未整備の影響で、その財産の侵害権で、その不運が負けてるんですね。これ、兵庫県でも負けているはずです。ということは、53条を、が、そのあるおかげで、地域は良くなるかもしれませんけれども、自分の家が自由に建てられない。ですから今、砂子地区の方は、区画整理された方は、自由に家が建てられなかったんですよ。いいですか。例えば、都市計画道路がかかるから、うち、もっと、多分一旦の土地があってですよ。都市計画道路がかかるから、じゃあ、うち家下げなあかんのや、言うて、本来であれば、多分300平米の家を建てたいのに、100平米しか家しか建てられません。またうち家族多いから、また地震が来る怖いからね。RC の建物、鉄筋コンクリートですね、RC たら。それを建てたいけども、自分の安全のために、いや、もう都市契約道路が、もう都市契約のそういう線引きが出ましたから、家が建てられないんですよ。そういうその地域の方は、損害を、財産権の侵害を浴びていることなんですよ。ですから、それをね、解除、いや、廃止はもちろんですね、その権威とかがその廃止をしなさいというふうに求められてますからね、市は廃止したと思うんですけれども、要は後のフォローですね、これ、私、去年9月に質問しましたけれども、その時前都市計画部長の回答は、都市計画決定を変更しても、地域の現状に合わせた環境整備は引き続き行う、また、今後も地元の要望に対しては、根節丁寧な回答を心がけたい、これ、9月の候補の回答です。ですから、53条の制限を受けて、家を自由に建てられなかった方が、今度制限がもう廃止されました、言いました、だったら、なぜそれを説明しないんですか。廃止になったらこうなりますよ、都市建築の制限がなくなりますよ、なくなりますよ、そういうことをなぜ説明されないんですか。部長、どうですか。以上。市建設部長。確かにおっしゃられる通りで、53条、54条につきましては、当然、その都市計画決定の線引きをしていると。ということで、一定 の, その自分の敷地でありながら、言動からその、計画決定されている分を差し引いた上で建てると。ということで、その分が例えば100平米あった場合に、その線引きされた分が20平米あったとした場合に、100平米が現実自由にできるのは80平米であるというふうな制度になってございます。ただ、この度の場合はですね、現状はですね、すでにもう旧集落ができていたということを伺っておりますけれども、そういった面で再開発、再整備というイメージを我々持っておりました関係で、すでにもうその都市計画上の線引きされた、その制限された、私が具体的に申し上げた20メートルについては、もうすでに
旧の家が建ってたというふうな認識をしております。だから議員おっしゃられるようにさら地で 100持ってた場合に今おっしゃられた100建てられるにもかかわらずその53条の規制がかかっておりながら80、20引きますのでね。だからそういった場合には結局その計画が廃止になった場合100建てたかったものが80しかできないといった場合は全国的にもその保障の問題には発展しているところもございますけどもこの新宮地域におきましてはもうすでにその20を差し引いてその引いた上で建てている家というのはちょっと私の方には情報が入ってきておりませんので、はい、9番高岸博之議員。私が言ったのは例えば一例で言ったんですよ。53条でこういうもんやいうことで。ですから地元の方はねやっぱり血の滲むような3割4割も減分をして墓地まで移転して土地区画整理あったんですよ。だからこれからはもうすみませんもう自由に建ててくださいというそういう説明をしてくださいということを私言いたいんですよ。これから南海トラフの大地震が来るんですよ。木造を補強したんやコンクリート入れたんや鉄筋入れたんやと今できないんですよ。それをもう建築規制がもうなくなりますからね。建築基準法をもう県の許可いりませんからそういうことを皆さん知ってますか。住民の方新宮の職員の方ご存知ですか。そうやっぱり一番肝心なことですね。やっぱり地元でなぜ説明されないかということですわ。ただ今まで建築の制限があってだから自分の子供もこんな狭い家やったらすぐ出ていきますとかですよ。どっかに家建てますとかそういう方もあったかもしれません。言葉で出えへんかもわからないんだけども、ちょうどさっきから固定資産税の税金も出てましたけども、じゃあこの方たちの都市計画税は何のために使われたんですかということですか。もうこれ都市計画法が都市計画道路が解除されましたら、税制の方にも多分関係してくると思うんですよ。それ安くなるのか高くなるのか、それは私は言いませんけども、そういうことも含めていろんなこと皆さん心配されてるんだね。いや、これからどうぞRC の建物、建ててください。そういう説明をぜひ なぜされないのか、されないのか。どうです。今からでもされたらいいんじゃないですか。議長。市建設部長。はい、おっしゃられる通りでございますが、それまでの経緯の中でもうこの3月の10日をもってですね、29年の3月の10日をもって廃止の決定がされております。だから私としましてはそれすでに全体の説明前回の定例会の中でもおっしゃられた中で全体説明をされるいう話もございました。ということでですね、全体説明をされた後にそういった手続きを踏まえた上で最終の廃止の決定が起きたものというふうに考えております。以上。9番高橋博之議員。その説明会を計画する、まあ、決定するまでの間説明会何度かされてますよね。私も説明会行きましたけども、その時に一度もこの53条の話がなかったんですよ。これはやっぱおかしいでしょ。やっぱりその53条のおかげで皆さん財産権我慢してきたんですからね。それをだからその53条を守って家建てられた方が実際もう損害を浴びてるわけですよ実際に。で、まあ、地域は良くなりましたけども、まあ、そういうことで次の質問に行きます。ぜひ説明会をぜひ行きたいんですね。ぜひされるようにぜひお願いしたいと思います。次ですけども、そしたらその、県や国がですね、言われたから、この時計通り廃止したということですけども、じゃあこの、地域の方の将来生活をどう市としてはこう環境整備ですね、再整備をそれしていくのか、もう一度お願いいたします。以上。市建設部長。基本的に県道のですね、県道姫路新宮線、あれが全面開通されたのが平成17年でございます。したがってこの新宮中央線と並行してできた結果的にできた道路になりまして、当時平成17年以前ですね、平成 5年だったかと思うんですけども、この新宮中央線が土地計画決定された時には当然この県道の姫路新宮線はなかったわけでございます。ところが平成17年に開通したときにすでに交通量がですね、
船戸交差点から小桁橋の方へ車がもうすでに1日あたり約8000台そちらの方へ回っているということでですね、それ以上のそれが一つの理由と、それ以上の無駄な都市計画決定による縛りですね、その縛りを外すということでですね、計画決定を外したと、都市計画道路を外したというふうに伺っております。それとまず密集した再開発部分ですね、あれだけその結構その年数が経ったその民家がですね、民家をですね高層化にするなり、再開発については工場も一つ大きな工場がございます。いろんな費用対効果も含めてですね、廃止に至ったというふうに伺っております。評判高岸博明議員ですから、私はね、もうその当時の世代と変わってますよと言いたいんですよ。だからその当時担保されていた方もね、もうお年寄りとかもう亡くなられた方いっぱいおられます。でそういう方が一生懸命区画を整理して、もう世代変わってきてますよ。もう今もう今もう一度してほしいとか、そういう方はおそらくもうどうかなと思うんですけども、で例えばさっき区画河川改修のお話が出ましたけども、河川改修ね、私はもう大変、例えばですよ、こう難しくなったんではないかというふうに私も考えています。個人的ですけども、といいますのはやっぱり都市規約道路ですね、をメインにやっぱり区画整理を今まで考えられてきたもんですけども、区画整理はなくなった、そしたらまあ世代も変わってきて、新宮の町中ですね、西郷橋渡るのに、あの辺も実はもうもっともっとこの区画整理すればですね、楠木議員が言われてましたけども、もっと北高生の子がね安全に通学できると思うんです。ですからちょっと野本議員部長さんも今後部長になられてですね、時間がないんですけども、これからそういうこともやっぱり考えていただきましてですね、していただきたいと思います。ですから要は将来の、道路計画ですね、長期ビジョン、もう一度お願いします。議長。市県政策部長。都市計画道路の廃止に伴いまして、新年度に入って早々国土交通省の方にですね、その報告をいたしました。と言いますのも、昨年度9月と 3月の定例会におきまして、楠木議員の方からクリス川の堤防の拡幅工事ですね、その工事がございまして、その要望につきましても伊保川促進協議会を通じまして何度もこうさせていただいておったわけなんです。ところが国土交通省につきましては、その都市計画道路新宮中央線の廃止ということはまだ聞いてないと、それに伴う区画整理、その辺あたりのことも聞いてないと、ということで河川整備についてはですね、若干要望も重ねながら区画整理等の合理的なそのタイミングを図った上で時期を調整していったということでございました。ただこの新宮中央線が廃止になりましたけれども、そもそものこの本来のこの道路の役割はですね、新宮駅方面へのアクセスが目的だったことでございます。それでこの件につきましても、そのアクセスについては今のルート計画道路で通りには行きませんけれども、堤防の工事ですね、堤防の工事と合わせた上でですね、堤防がこれ広くなりますので、当然用地買収が必要になってきます。用地買収も一部国の方は買収しております。それに抱き合わせた上で堤防プラス市の持ち出しの道路という形でですね、堤防はおそらく3メートルだと思います。だからプラスアルファした上で歩道と、例えばその交差できる車の有効付近ですね、それを確保した上で進めていこうと考えております。それでまた4月入ってからですね、こちらの方は国土交通省と協議した結果、国土交通省がその河川断面を広げる断面ですね、その断面の定規断面をいただきまして、草案となる図面をですね、こちらの方は書いていって、今後地元や関係機関の方へその案として協議材料として作っていこうというふうに考えております。以上でございます。以上。
4番、高木氏の議員。これ国交省から私ちょっと調べたんですけども、この堤防の点検を国交省の市の職員と、消防団とされてますよね。でこの1月20、いや今年の29年1月20日、この時も、堤防、河川敷堤防右岸をですね、こう見られたわけですね。ですから楠木が言われてました農協から向こうまでの直線の橋をですね、それをかけるための、例えば、かけるための、そういう要は安全ですね、その河川の堤防の安全性をこう確認されたわけですね。今、野本部長言われましたけれども、河川断面とか云々と言われましたけれども、ですから今、国交省は、今は呉瀬川から20メーターまで、幼稚園、西湖橋から南はね、20メーターまでピン打ってます、凍ってますよ、土地を。ですから私は、その国交省の土地をですね、そこに指導をつけてほしいとか、それは難しいと思うんですけども、そのピンの横を、その指導ですね、中央幹線の北側から、ちょっと交番がありますけども、あの辺をちょっと土地を協力していただいてですよ、西郷橋まで、ほとんど家ありませんからね、そこで、そこまで例えば6メーターするか、広げることが可能だと、可能だったと思うんですよ。それと、今の西郷橋から、今高校生が通っている堤防ですね。も要は洪水高は多分宮原橋のあそこの堤防のところだと思うんですね。古巣の洪水高。だから今の現歩道道路から約1メーターほどかさ上げしたらですね。かさ上げして、ここで現堤防の新高校の隣の堤防を乗り上げしてですよ。あそこも県の土地ですからね。もう十分できると思うんですよ。ですからその西郷橋からその堤防を乗り上げして、かさ上げしてですよ。で、現農協のところまで持ってくれば、ね、まあ、もちろん堤防補強してですよ。と私は指導は可能だと思うんですけど、ね、で、高校生も安心して通れますし、また合わせて呉川の右岸もですね、右岸もそういうふうに整備を重ねて安全性を持っていくと、そういう計画はどうでしょうか。以上。都市建設部長。現在、呉川の今、議員さんがおっしゃられたお墓が、右岸にも左岸にもございます。左岸については、用地買収の時にですね、一旦移設をされたっての墓なんですね。その墓は2回目の移設というのは、2度止めになりますので、二重投資になりますので、墓はまず大前提として、そのまま置いておくと、その中で、宮内川が、呉川と合流されております。その合流部分を今現在国交省の方は用地買収が進んでいるところなんですけれども、まず確定的なこととしましては、宮内川の合流についてはこれ確定であると、用地買収が進んでおりますので。それともう一点、河川が広がるから梅原橋と西高橋、これについては今整備が進これからの分でございますので、これは必ず撤去が必要になってくると。だから2橋については撤去する。それともう一つですね、北港の、北側に市道が通ってるわけなんですけども、小桁2号線ですか、そこが走ってるんですね。それがちょうど呉川の右岸に対して直角でこう当たってるんですね。で直角で当たって北港の玄関の方になんとなく曲がってる格好になってます。でもともとその新宮中央線の都市計画道路に接続するという計画があったわけなんですね。だから仮にその北港の北側の道路ですね、焦げた2号線を新たに対岸まで橋として結んだ場合、これ橋が3本になってくると、3本になっていった場合、橋の距離ですね、今梅原橋と西高橋が200メートルギリギリぐらいの感覚になっております。国土交通省の一般的な考え方としましては、橋間の限界が200メートルであると。だからその間に今申し上げた焦げた2号線を入れることは、これは物理的に不可能なんです。だから今ある2橋はこれは必ず撤去が必要であると。それと北港の今言った道路をもともとは都市計画道路と接続する計画でございましたが、この3つの橋をどうするかという課題も残っております。
要は最終的には新宮中央線が駅へのアクセスはこれは変わりなしの計画で行かせてもらうというふうなところで考えております。ルートはまだ今全く決まっておりません。以上でございます。9番高岸博之議員。くどいようですけども、ですからね、最高場所をどうするかということだと思うんですね。例えば、楠野議員が言われるように、あれを例えば付け替えするとか、そうしたら農協からずっと堤防の方へ右岸来れますしね、あの間でしたら、ただ200メーターもっと広がるでしょう。ですから、それの案につきましてはですね、ですからそういう地元の案とかですね、別にパブリックコメントで意見聞くとか、そういうことでなしに、実際に足を運んで地元でね、一応いろんなお話、やっぱりその地域の事情がありますからね、新宮駅のあの辺の地域の方と、砂子の地域の方、井の原地域の方、いろんな思いがあると思うんです。そういうお話を聞いていった上で、この最前線の最良の方法をですね、地域づくりの発展のためにやっていただきたいと思います。実はこれ余談ですけども、昨日ちょっと聞いたんですけども、北港のすぐ隣の堤防ですね、朝の親御さんが高校生を乗せて、女子高生を乗せて、学校に向かっている途中、電話車で、ある橋のところでぶつかったんですね。で、車は下へこれが落ちて、女子高生は救急車で病院に運ばれた、そういうことも聞いてます。ですから、北高の卒業生のお母さんがね、北高はこれだけ素晴らしいけども、通学路が危ないって、教授言われたんですよ。教授が検討会って言っちゃいますけどね。ですから、あんだけ素晴らしい北高があるのに、通学路が危ないようでは、私は、これは市の緊急の対応ではないかと思いますので、市長、どうぞよろしくお願いいたしたいと思うんですけど、市長、どうですか。子どもたちの安全を守るというのは、これ、非常に大事なことですので、十分な配慮をする必要があるかと思いますが、あそこはまあ河川改修ともいろいろ絡んでますので、我々が一存でなかなか進められないというところもありますので、関係各機関、よく連携を取りながら調整をして、検討していきたいというふうに思っています。議長。9番高岸博之議員。ずっと前からですね、もうこの回答は関係機関と協議検討していきますと、ずっと何十度と聞いてますので、もう目の前のことと考えてですね、積極的に考えていただきたいと思います。次、農業の関係でお聞きしたいんですけども、今市長の方からはですね、いいおか、回答をいただきましたけども、次世代先端の農業ですね、これ総務省も地域創生の関係で地域経済、地域経済経済循環交付金というふうな交付金で、佐用町もそういう次世代農業をね、されてますので、そういうことも農水省の補助だけでなくて、やっぱり経産省のそんな色の、交付金のね、ことがありますから、それも勉強していただいて、私の近くの営農されてるところも、こういう農業も、やっていきたいというふうに言われてますし、ちょうど私と同じ同世代の新宮の女性の方が、高橋さん、私もこういうことを土地があるからね、やってみたいという、そういう方がいらっしゃいますのでね、もちろん今の農業ももちろん守ることは大事ですけども、若い方が、左右の、とこ行きましたらですね、女性がきれいな服を着て、こうやって作業してるんですね、農作業を。要はトマトですよ。トマトを土をバイオで肥料をして、土と水でコンピューターで野菜を作っている。私もいただきましたけども、めちゃくちゃ美味しいんですよ。ですから、そういう次の、ね、世代の方が取り組めるような方法で、ぜひ農業の方を取り組んでいただきたいと思いますが、部長、どうですか、お考えは。産業部長。ご提案の、次世代農業ということでございますけれども、今、作用の形態を聞きますと、収納とか、就職、また普通財産の利活用ということで、非常に、先進的な、取り組みとともに、地元に対しての、メリットも多いというふうには考えてございます。で、今おっしゃったその
きれいな服を着てトマトの収穫という話もございましたけれども、まあ、いろんな、トマトの育て方というのもございます。で今、近西播磨におきましては若者に対しましていろんな、取り組みを紹介するなり研修制度を持ってくるなりということで進めております。その中におきましてまたそういうふうな農業の仕方っていうのも一つの選択肢として、捉えられるんではないかというふうに考えてございます。とりあえずはやはり、後継者を育てるというのが一番の命題として考えてございますのでよろしくお願いいたします。長官高木博之議員、それでは最後の、質問に入りますけれども、28年の4月の10月号、いや4月号の候補ですけれども、候補ですね、市街化区域の建築規制緩和の拡充を図りますというふうに記事が出ました。でこれをまあ見ますと、指定を受けた地域、新規居住住宅の区域は、まあ、越部小学校周辺ですね、それと一切東小学校で、上岡小学校周辺、なぜか鹿島小学校は入ってません、東久留洲も西久留洲も入ってません、まあ、これは都市計画の関係ですけれども、そして地域振興のための工場の区域ですけれども、これも多数の西インターチェンジ、29号沿道地。で流通業務施設の区域、これも辰野西インター、その周辺等々、あるんですけども、これは28年の4月、去年ですね、去年ちょっと前に出ましたけども、しかし私もずっと新宮通ってますから、ちょうど新宮 の中野市を、これを越部小学校周辺のは中野市を船戸区域なんですね。これが 1.6 平方で、これもすごい面積だと思うんですけども、それはもう早から草ぼうぼうなったんですね、全体が。ということはこんだけ1年も経たないのに早から用地買収も多分済んでるかどうか知りませんよ。でその辺の状況をね、ちょっと市の方からちょっと説明を受けたいんですけども、どうでしょうか。都市建設部長。越部地区につきましては特定指定区域のモデル地域として今決定をされております。それで中田小地区につきましては、その特別指定区域の中でもさらにそのまず特別指定区域というのは市街化区域でも建築基準なんかの緩和施策でございます。ところが地区計画についてはそれプラス規制もかけていくという中で、特別指定区域を越部地域に選択されましたと、代表の3地区されたと。その中で越部地域の中には中野町、今おっしゃられた中野町が入っております。中野町につきましては開発地域があると、だから開発地域があるということである意味建築規制がかかると、それと5ヘクタールを超えるという観点から特別指定区域でありながら地区計画の制約も受けたというような状況でございます。9番高西博之議員。今私も地区計画という話が出ましたですけどね、私この地域で地区計画をうんぬんことで地域の方が集まってですよ、そういう会議なりそういうされた方というのは私は聞いたことないんですけども、地区計画をどういうふうに進められたんですか。議長。事件説部長。あくまでも地区計画、都市特別指定区域につきましては都市計画区域内の線引きの主に特別指定区域については市街化調整区域を中心とした町づくりでございます。あくまでもこれについては市街化区域であり中盤都市計画の区域でございます。従いましてある意味その上位計画ですね、都市計画マスタープランおよび市の総合計画ですね、それに合致した上で仮にその一般の方から開発も先ほど申し上げました開発もそうですけど申し出が出てくると、それで一旦は市の方が受け取った上でその吟味をすると、そして最終的に今申し上げたように中盤土地計画区域でございますので単に辰野市だけの都市計画区域ではございません、従いまして県とも一緒になって県については客観的でかつどういうんですかね、その総合的な格好で最終的に指定をするということでございます。9番高西博之議員。なかなかね市街化調整区域 農地農業地、それと都市計画法でこれだけ
短期間でですよ、 1.6 ヘクタールも開発行為ができる、私これすごいことだと思うんです。例えば農心領有地でね、例えばそこは家を絶対建てられませんけども、白地区域がありますよね。私は最初この新聞のその場所を見ましたですね、まあこの区域、まあ家5、6軒ぐらい建つのかなというふうに思っていたんですけども、 1.6 ヘクタールですよ。それも田んぼですね、農心領有地、白地も入ってますけども、よくぞこんなところに 1.6 ヘクタールもですよ、開発行為ができるのか、なぜここに決められたんですか。で、私がやっぱりね、この土地利用図見ましたらね、これ都市計画課の図ですけども、もっとね、この駅、いや、ただその小学校の区域を決められたのは なぜですか。議長。市県政務長。小学校、越美小学校ですね。いや、だから どことも全部ですよ。モデル地域に指定させていただいたのは、市内でも既存大規模集落という限定をさせていただいております。その中で室津があり、それから越部、一切東から上岡、もう一箇所ちょっと今忘れましたけど、一切東ですね、一切東、そこをモデル地域として、で室津につきましてはもうあれ以上広げられることができる面積が少ないということから3箇所に絞った上で、越州小学校もそのうちの一つとして。4番高木秀幸議員。確かに特別指定地域 その制度を見ましたら、小学校から500メートル以内とか、そういう数字がありましたですね。その500メートルという数字は誰が決められたんですか。刑務所が決められたんですか。刑務所、今の質問聞かれてましたか。何で言われません。10番高木秀幸議員。小学校で区域500メートル以内で、こんな都計法で、そんなその私、見たことないですよ。ただ農地等のですね、農地 の第1種、第2種ありますけれども、この中で例えば甲州地域ですね、その中で例えば、まあ、ちらっとこう書いてあるんですけれども、こういう中でも、小学校の区域で区域500メートル以内、全然書かれてないんですよ。誰が決めたのか、なぜここに決めたのか。で、私でしたらね、例えば八崎の駅に近い、八崎集落とか北村集落、佐野集落ですね、新宮城で言えば、もうそこにも白地の農地あるでしょう、確か。それと、この区域図で見ましたらね、船戸団地、旧の船戸の市営住宅ですけども、この跡地ありますよね、これも900平米ほどあります。で、その下には八崎の拳銃の跡地、これも3000平米ほどあります。で、その八崎の拳銃の跡地もね、佐野のある方が、高木さん、その土地に家子供の家建てたい、けどそれは建てられないんです、今ね。ですから、学校の近く、もちろんこれいいですよ。私、これ、どんどんしてもらっていいと思うんですけども、なぜその後も、その後の、要はこれ、こういう財産ですね。行政財産ですから、先に行政財産をね、処分することを考えられたら、まあ、それも どうでしょうか。ちょっと待って、大丈夫な。企画財政部長。失礼いたしました。普通財産ということで、私どこの職員、まあ、ちょっともう一度整理させていただきますと、先ほどおっしゃられた越部小学校周辺の特別指定区域の指定で 1.6 ヘクタール部分っていうお問い合わせがご質問がございました。これは越部小学校の周辺ですね、県の、まあ、これ条例に基づいた特別指定区域制度ですから、県と協議をしている中で、まず市内で3地区程度のモデル地域を設定して、そこについての取り組みを、まあ、先進的にするということで、越部と上岡と一切東が指定になったということの中ですので、民地が入っているというふうにご理解いただきたいと思います。で、加えまして9番、高木秀ですから、はい、私はもうこういうことはね、大賛成なんですよ、大賛成なんです。で、例えばこの区域の近くの田んぼの方がですよ、家がすぐ近く、いや、田んぼの横にすぐ家があるから、約2段ほどお持ちなんですよ。だから、薬には負けないから、米が作られないんですね、農薬負けませんが、薬作れない、なぜその方の田んぼもこれ、解除されないのかね。
例えばですよ、そういうこともありますし、じゃあ今度この 1.6 ヘクタールの土地、この団地できますけども、これどういう町に、されようと思ってますか、部長、どうですか。その 1.6 で、はい、すいません、ちょっと、企画財政部長。企画財政部長。すみません、ちょっとご説明途中になってしまって申し訳ございませんでした。一応その今お問い合わせの普通財産部分につきましては、船戸の市営住宅跡の部分が幾ばか 1.6 ヘクタールの内数としてございます。先ほどもちょっと草が生えて茂っているんじゃないかというようなご指摘もその部分のことかなと想像いたしましたので、そのこの部分につきましてはですね、適正な管理をしていきたいと思いますし、今後も利活用の方法については検討を進めていきたいというふうに思って、ございます。はい、4番高岸博之議員。言いたいんですけどもね、先ほど草の管理言いました、言われましたけどね、その隣の方が草で困っとるんですよ。で来週なんか、ね、都市計画が草枯れることを聞きましたけども、ですからこの町をね、どういうふうにその住宅団地をして、どういうふうにこの家を建てられるのかね、若者が住むための家か、それとも U ターンをされる方の家のため、いやための家なのか、で例えば広い敷地の土地なのか、菜園付きの家なのか、その辺のお考えはどうなんですか。もう青写真できてないんですか。立木建設部長。あくまでもこのモデル地区に指定しましたけども、今後の動向を見ながらですね、それとまずこの特別指定区域につきましては、なかなかその人口が張り付いたり、最終目標にはなかなか人口最終目標までには年数がかかると思うんです。したがいまして5年単位で見直しを図っていったり、いろんな形でですね、動向を見ながら計画を見直すということも考えております。9番高岸博之議員。すぐに分譲ができないというご回答でしたけど、さっき野本議員から言われてましたけども、地域のコミュニティですね、例えばその 1.6 ヘクタールに例えば3戸しか家が建たなかった場合、その共有金は誰が払うんですか、ね、どこのぐらいになるのか、そういうことも全然おそらく私は、まあそれは家はまあできてませんからね、こう話ができないと思うんですけども、何かどういうふうな住宅まちづくりにされているのかということは私も全然こう見えてこないんですね。ですから特別指定地域を県がどうこうされたら構いませんよ、私賛成意見ですけども、ですからなぜこの農林農用地都市計画の都市計画法ですよ、この2つがクリアできてですよ、それはすごいことだと思うんですね。で先ほど市長はね、回答で三木議員さんの回答でスピーディーに物事をされてるしていきますみたいなことを言われてましたけども、まさに大スピードですね。いやですからやっていただいた結果と思うんですけども、どうぞ。都市建設部長。話を繰り返しますけども、あくまでもこれはモデル地区でございまして、それでなおかつ地元の方、土地の所有者ですね、全員の同意を得ております。したがってこのモデル地区がどうなるか、これによって例えばよその地域で その特別指定区域制度を どんどん導入していくか、まずはあくまでもモデル地域でございますので、この地域の動向によって今後の計画を考えていくというふうに考えております。9番高岸博之議員。ですからこれだけの住宅団地をするということは何かで、ね、私は企業誘致の話でもあるかなと、そういうふうに期待もするわけです。近くにですね、どっから近くにどっかのその農林の用地埋め立てしてですよ、工場が張り付くのか、そういうことも私もちょっと思ったんですけども、市長ね、今企業はですね、企業工場は鉄軌道いらないんですよね。例えば新宮でも市内に市街化に会社がありますけれども、もう今の工場は鉄軌道いらないんですよ。ですから、紀新線1台も、いや、貨物1台も走ってませんね。だから、今の工場が欲しいのは道路なんですよ。ですから、こういう特別指定地域で、地域振興ための工業区域ね、なぜこれが新宮町が入ってないかな。例えば、場所は言いませんけどね、例えば北港の周辺を、あの辺をね、例えば企業団地にしていくとか、
そしたらもう人口どんどん増えますよ。で、駅の近くの例えばどっかのもし会社が移転した場合、その跡地にね、住宅団地されたらどうですか、今は。10階建てのマンション建ててもいいんじゃないですか。もう、まあ、それは極端な話ですけどね。そうすることによって、もっともっと辰野市の人口がね、増えていくと思うんです。ですから、今回はこれをまあモデル地域というふうに、先ほどから言われてますけども、ぜひこれをですね、県下公いや市内公平にこの事務を進めていってもらいたいと思うんですが、どうでしょうか。都市建設部長。おっしゃられる通り、3地区につきましても、一切東、それと、上岡、越部、それぞれに分散しております。従いまして、そういった学校で、どこの地区限定じゃないし、全体、辰野市全体を見渡した上で進めていくというふうに考えております。幹事長。10番、高岸博明議員。そしたら例えばその地域の地区の自治会なり地域がですよ、自分たちで協議会を立ち上げて、ね、こう、そしたら、うちの村はこれ、本来県、この県の計画はですよ、そのうちの村が、50軒、100軒の、いや、50軒の村が20軒に減ったからどうしましょうというのが、これが県の計画だと思うんです、私は。ね、そうちゃいますか。だから、集落の間に、学校の近くに、団地を作る、そういうこと私は計画ではないと思ってます。例えば、越部小学校の子どもがですね、だから200人がもう100人切ったとかですよ。そうなったら、いや、どないしようかと言って、それをするのがこの県の条例だと思うんですよ。私はそう思ってます。ですからもう、これはこれでしていただいてですよ。ですから、ある自治会で自分たちの村は自分で考えるんだというふうな、そういうお話をされた場合、積極的に手話許可をして、で、またある企業が、そこにこう移転したいであれば、農心農業であればね、あってもしていただける、そういう前向きな方向でいくという、そういう場面でいいですか。以上。石建設部長。そういう考えで結構かと思います。10番、高岸博明議員。大変ありがとうございました。大変いい回答いただきまして、また県のこの許可も、私も県に感謝いたしました。で、今回この計画につきましてですよ、よく職員の方もやっていただきました。また感謝申し上げます。ぜひこれから新宮町がですね、若者の住む町でまた人口が増え活性化するように期待をして、質問を終わります。どうもありがとうございました。